チャスハートありがとうございます。おはようございます。瀬戸あ、昨日のイモス学力テスト見ましたか？見た、おもろかった。あーてか、意外と私良くないですか？見ましたか？意外と19位だったんですけど。個人の。おはようございます。あ、いやテストじゃない、言っちゃった言っちゃった。ちょっと聞かなかったことにしてください。聞かなかったことの800人ぐらいの方しか聞いてないです800人ぐらいの方しか聞いてないので、何も聞いてないよ。いや、個人の順位が良かったっていうコメントだったが、もうそうされとるのか。ただ個人の順位放送されてないんですか？はよう。え、瀬戸マイクは最下位になったことは？放送されてます？それも放送されなかったらどうしようめっちゃネタバレしちゃう。あ、よかった。MV の AD で出てた。そうなんですよ、 MV で。再来週に、これ、あ、じゃあもう皆さん忘れてますね。再来週は割ともう忘れてますね。 AD、 そうそう、 AD はすることになりました。そう、もうねしてきたんですよね。でも AD はやまして、もうガチの AD でした。本当にもうなんか本当に AD でした今日から試験申し込み、そうなんです。今日からまた第なんだっけ、受付期間 C がAD、 瀬戸マイクで AD ができる。
ADHD ね、めっちゃもうね疲れたもう本当に AD さんめっちゃ疲れました。梅雨入りなんか梅雨入りしたのに全然雨降ってないんですけど。カラオケ配信またやってな。はい、カラオケ配信またやります。昨日、そう昨日ね、コノタンとカラオケ配信に、コノタンと遊んだ後、カラオケ配信し、あ、カラオケ配信しました。めっちゃおもろかった。本当ですか？めっちゃ楽しかったです。昨日めっちゃ楽しかった。カラオケめっちゃ久しぶりに行ったんですけど、すごい楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。カラオケ配信は見てて楽しい。本当ですか？あ、公演、ゴゴリバ公演もありがとうございました。そう、昨日言えなかったけど、ゴゴリバ公演もありがとうございました。そう、昼夜でゴゴリバありがとうございました。そう、公園でネズミッチにアドバイスもらえたもらえました。土曜日のゴゴリバ公演お疲れ様でした。自己紹介も最後のやつもトップでよかった。嬉しい、ありがとうございます。いや、めっちゃあれでも緊張するんですよ。めっちゃあの自己紹介すごい、なんか一人ずつやるし、なんか最後の挨拶みたいなのも一人ずつやるんですけど、すごい緊張する。すごい、あの、そうなんですよ。しかもあの自分福ちゃんのアンダーなんですけど、夜の自己紹介が1番目、まあ夜っていうか全部ゴゴリバ公演、最後の挨拶と初めの挨拶1番目なんですけど、めっちゃ緊張しました。そうで、夜公演の最後の挨拶があれなんですよね。なんかマイクが入らなくてめっちゃ焦った。そう、最初マイクがね入らなくて、神殿の中ですって喋ったら、あれマイク入ってないと思って、やばいと思って、どうしようと思って、でなんかあとか言うじゃないですか。それね、いろいろやったりとかして、でやっと入ったんですけど、マイクが。でもまあすぐにそう入れてくださったんですけど、そう、その時にはぁみたいな、なんかすごいはぁみたいなめっちゃ高い声、めっちゃ焦って、なんか高い声ではぁみたいな言っててそう叫んじゃった。
そうで、その、夜にもで、その時にマイクがいきなり入ったから、ただもう、なんか、いきなり叫んだ、なんか人みたいななってて、恥ずかしかったです。でもメンバーも裏で「あれそう帰ってきた時あれどうした?」みたいな「なんでいきなり叫んだ?」みたいな、なんかみなみちゃんに「なんかのんちゃんなんかキャラ変したんかと思った」みたいな「いやどういうキャラ?」みたいな 思ったんですけど、そうマイクが入らんかった。でもほのたんとか、ほのたんは2番目なんですけど、ほのたんは2番目なんですけど、そうもう考えとったことが全部飛んだらしいです。びっくりしました。もう15分。のんちゃんって LINE の返信早そう 早いですよ、割と。割とね、ずっとでもないけど、多分早いです。